皆さんこんばんは。第1回将棋ウォーズ玉将戦最終日生中継始まりました。私は女流棋士の矢内理恵子です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そして本日の解説者は鈴木大輔八段です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いてヒーローズ株式会社の林社長、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さらにゲストの細川さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう毎回出てるからね、なんかゲストっていうか、そうですね、この時間からいるのは初めてな気がするんですけど、そうですよね、はい、今日は早いですけど、どうしたんですか。そうですね、ちょっと今日あの先生方が、大御所の方が来られているので早く見たいなと思って、いや早めに取り掛かりすぎました。奥さんとは虎年の会で一緒ですから。あ、同級生なんですか。はい、そうです、そうです。あ、そうなんですね、私も奥様にはいつもお世話になりました。よく話聞きます。癒されてますので、はい、私も癒されてます。そうですで、前回はご夫婦で共演されてましたもんね。はい、そうですね。いかがでしたか。やっぱちょっと緊張しますよね。あの、違和感があります、ここで話してるのは。そうですか、はい、ね、妙な距離感があって、うん、そうですね、ちょっとぎこちない感じだったように見えるんですけど。はい、そして今回はあの鈴木八段にお越しいただいたということで、普段から結構将棋ウォーズされてるんですか。ええ、本当はやりたくないんですけど負けると悔しくなって、はい、うん、つい1日何十局も、うん、今日も10局ぐらいやってきましたけど。そうなんですか。もうウォーミングアップ出来上がってる感じで、はい、楽しみですね。やりたくないに反応してますね。なんか指飛車学習で早出し得意。そう、そうなんです。振り飛車やらないんですよ、私ほとんど。横歩取りばっかやってるんです。そうなんですか。なんで詳しいですね。お知り合いの方ですかね。いや、勝ってるんじゃね。バレてるんじゃね。はい、そちらも楽しみなんですけれども、また今日放送中に寄進のプレゼントもあるということなんですね。はい。はい。またいっぱいもらえる。そうですね、これ寄進、今日もですね、今まで通りの感じで振り駒をしていただいて、その歩の枚数をちょっと差し上げようかなということで、番組特典がありますのでお見逃しなく。やめてくださいまた私の勝率は下がる。はい、であとこの玉将戦、今行われている玉将戦というのは新しいタイトル戦ということでよろしいんですね。そうですね、はいはい、これ玉ですからね。今初めて知りました。王将戦じゃないんですか。これ玉将戦っていう形で、はい、これもう何個目くらいのタイトル戦ですか。これはですね、いい質問ですね。何個目か分かりますか。10個目。確かね、9個目だったと思う。いいところをついてます。10だったら僕失格ですね。やばいですねこれ。ごめんなさい。10で合ってますか。確かなのか、多分10ですね。はい、小宮さんの勝ち。そうですね、そんなにね、たくさんあるんですね。タイトル作ったんですね。そろそろ高額です。そうですね、多分9です。合ってた、僕合ってるよ。合ってるんですか。合ってたよ。よかった。私かなり当てずっぽでいましたんで近かったのでびっくり。9だと思います。はい、はい、ということで、まあ、これからもますますタイトル戦増やしていただけるんでしょうか。そうですね、そろそろ、あとそろそろなんかね、マックスでも12個ぐらいだったと思うので。あ、そうなんですか、はい、そんな感じで。歴代優勝者で何か指すとかないんですか。それはね、実は やろうと思ってます。歴代優勝者のグランドチャンピオン戦みたいなのは、うん、すごいゆくゆくやってみたいなと思っていて。パオロンばっかじゃないんですか。大丈夫ですか。そうですね、パオロン 4,5 回取ってるんですけど、はい、パオロン先生は、はい、まあ その、まあ、それで1回ですけどね、まあ、他の方が大シードで、大シード、そうですね、シード枠ですかね。はい、そんな感じでやりたいと思います。はい、でも本当に今回のこの玉将戦がどなたが、ね、優勝されるか、はい、非常に楽しみなんですが、まあ、本日はさまざまなゲストをお呼びしながらですね、夜11時の玉将決定まで楽しくお送りしたいと思います。はい、